お マジか、マジか。ちゃんと家のさ、あれがあるんだな。お、気が変わったのか。やったぜ。やっぱ、お前はいいやつだ。それじゃあ早速手続きにしに行こうぜ。マジか。強制じゃねえか。まあ、しょうがない。まあいいけどさ。なんか来い。あー、パピオンか。パピオンってなんだっけパピオンってなんだっけあーし、ごめんきゅー。パピオンってなんだっけ、なんか忘れたなぁ。あ、アイテム。トップスの角だ。あ、アイテム使いたいなぁ、めっちゃ。すげえアイテム使いたい。お、来たぁ。いいね。あ、またパピオンか。こっちには無限のターボがあるんだぞ。一瞬で終わらしてやるわ。パピオン。いいね。もう絶対パピオン。パピオンしか出らん。もうパピオン出る前にパピオン言ってるもん。パピオン。おい、パピオン来た、パピオン。はい。はい、お疲れ様です。早い。いいね、この速さ。もう最高。もうデジモンワールド3。何回も言うけど、デジモンワールド3、これみんなあってほしかったわ。無駄だね。画像なんていらない。うん。あ、なにこれ。さっきの端か。どこ行ったんだよ、俺のコンタクトレンズ。あ、これ絶対キモいやつや。ふん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 。あ、ちょっと待った。俺のコンタクトレンズが落ちてるんだ。そこを歩かないでくれ。あ、そういうことね。ここは通れないよ、的なやつか。オッケーオッケーオッケー。てかさ、バッチ4個やったっけ？多分あれ終わってないな。ゴース。弓速そうだな、こいつ。ちょっと強さ見たいな。強さ見て。ゴース、水。足が8本もある。時々もつれそうになってしまうコーラは2段になっている。あ、ほんとやん。お、マジで？欲しいな、もう一体。てか、水欲しいんだよ。またパピオンかよ。たまにはいいんだよ。ターボで終わりよ。うわ、ゴース、もう一回欲しいな。来い。あ、来たー。いいね。はい、ターボー。よーし。これ、ミックスが近かったらいいんだけどな。お、いいね。こっちでパピオンでもいいよ。パピオンでもいいよ。はい。逃がすと。とりあえずここら辺歩いて、お、敵もいるし。勝負だ。ようこそ、イッシータウンへ。イッシーカップがもうすぐ始まるので、よかったらご覧になってはどう？おお。お前は敵じゃないんだ。こんな草むらの真ん中にさ、おって敵じゃないんだ。うわぁ。お、トマトマットマット。こいつ結構強かったイメージあるな。水、トマト、マトマット。畑のトマトが自分もレースに出たいと思った時、マトマットが誕生する。嘘つけ！わぁ、もう一体欲しいなぁ。わてか、あれやな。あ、またおるやん。ミックス屋行きて。戦う前にミックス屋行きたいな。お、また、あー、ゴースか、ゴースはいらんけど、まあ、とりあえず戦っとくわ。いいね、やっぱ爪ランナー強くしておきたいもんな。あ、じゃあ、逃がす。はい。下かな？ショップ。ちょっと裏でやろうかな。今回短いけどって、まあ、いつもどこで切っとか全然知らんけど、いつも適当に動画作ってるからな。アスカリアとミックス屋どこにあるんだろう。うわ、めっちゃミックスさしたいんだよな。何が生まれるんだろう。なんか星のカービィに出てくるさ、タイヤみたいに出てくるのかな。あ、グレイテストカップで優勝したやつだ。Cカップにも出るのか。出ます。絶対この奥にあるだろう。わ、ミックス屋どこにあるんだろう。今回ミックス屋なしかな。マップがね、結構雑だからね、あれなんだよな。どこに行っていいかさっぱりわからんのよね。私、あなたのこと知ってるよ。だってテレビで見たことあるもん。あ、テレビであれされてたからみんな知ってたんだ。なんかラジオかなんかかと思ったわ。実況で。左の目の欠片。
おっとここでライス選手のホネラスが出てくる、呪い呪いで敵をなんたらかんちゃらドドドドドンみたいな感じだと思った。預かりが例ですね。あー、やっぱミックスはあれかないんか。まあ、とりあえず預かり屋に行ってセーブして、もうこのレースクリアしちゃおう。とりあえず水欲しいよね。水欲しいけど、もう戦っちゃおう。ここ戦って勝って終わりよ。やっと来たが遅かったじゃないか。さっさと受付を済ませようぜ。1Cカップに参加したいんだけどいいかな。俺じゃなくてこいつが。はい、かしこまりました。勝手に済ましたな。これで手続きは完了だな。よし、それじゃああとはレースで勝つだけだ。すげえ強制。絶対に勝ってくれよ。ああ、そっかそっか。こいつが言い寄ったやつか。グレイテストカップで優勝したっていうのは本当ならこんなところで負けるはずがねえんだ。まあまあまあ、負けるけど、勝つまでやる。さあ行くぞ。最初は、水ばっかりとか言わんで。沼、砂地、池、バランス、ゴール。水、砂、池、バランス、芝生。バランスと芝生か。草とバランス。草とバランスいけるやつは？あ、こいつか。草とバランス、お、こいつがいいんか。草とバランスはこいつだな。じゃあ、最初の3つを、水持ってくるべきやったかな。相手強いかも。沼があるんだよな。骨足で行こうかな。こいつでいいか。爪ランナーに、あ、やっぱ早いな。爪ランナーの後に、テンテンだな。よし、さあ来い。お、いいね。やっぱレベル上げたけ。スタミナが多いな。徐々に詰めていく。ターボ。いけないんだよな。交代はどんな感じ？あー、テンテン。頑張れ。よし。よく粘ってくれた。で、最後に、最後の最後でいける。走る。よーし、いいよいいよ。なんかすごい。なんかしてきた瞬間に、あ、加速か。雑魚が。で、最後に人、いいね。あ、簡単。一回戦突破おめでとうございます。次のレースの準備ができましたら、また私に声をかけてください。喜ぶのはまだ早いぜ。急に出てくるな。二回戦を始めます。よろしいですね。はい。コースは見ますよ、もちろん。あー、また沼か。ハードル沼、スナッチゴール。やっぱ水が多いな。水が二つもあるもんな。石少なくない？スナッチ一個だけなんだか。沼、芝生池。水と、骨ラスと、爪ランナーかな。あ、スタミナ回復できてないじゃん。まあ、骨ラスかな。てか、水が多いな、マジで。これ、ただ間に合うかな。ホネラスが20万だったな。ここで呪い呪い取って、うわー、加速あったんか。うわ、ちょっと間に合わんな。バルンバルン三角か。いや、相手もバルンバルンならいける。同速だろ。一緒一緒。よしよし。で、最後ちょっと混乱使い取って、最後、詰めランナーか。水が入ってるからな。うわ、ターボ使ってる。くぅ、あいつレベル高いじゃん。でも俺が勝つ。はい、変わるんだよ。知ってる？なんだ？それはなんだ？モグラ！頑張れ！勝てる？勝てる？余裕勝ち。
ってさ、ターボ使っちゃう。余裕じゃん。相手の方が圧倒的にレベル高かったのにな。まあ、レベル高くても関係ないということよ。あー、いよいよ。砂地沼。また砂地の後沼が多いんだよな。ホネラス。沼だな、ちょっとな。うわぁ、これちょっと、交換しまくるな、ちょっと。あいつで行こう。トプス最初に行って、その後、ペンギンで行って、ピーペンで行って、しょうがない。これ変えるしかない。雪まで行ってもらって、ど根性。で、ハードルあったよね。あれ、ハードルがあったんだっけ？変じゃん。ホネラスか？ホネラスか？バルーン。ホネラス。多分ホネラス。あれ？違う。出て。バランスか。加速して、ホネラスか。あ、水。うわ、きつい。あ、これきついかも。そうか。うわ、あ、ちょい。遅かったな。うわ、でもこれ勝てそうやな、この試合。早い。あと何本 ?13、12、10。うわぁ。点々か。いや、いける。いや、無理か。よし。お、勝てる。これ終わりじゃないの？準決勝突破ですね。よっしゃ、あと一勝だ。あと一回勝てば、銀の髪飾りだ。決勝戦に行く前にちゃんと回復させてあげるよ。お？回復させてあげた？いいやんか。トプス強。レベル12だもん。あんま使えんけどな。水の後の砂地が多いから使えんのよね。ほらね、芝生とかね、沼行け。あ、ちょっと待って、水、ちょっと2回連続はきついな。水持ってくるわ。さすがに池の後沼はダメだ。てか水多いわ。預けるはどうしよっかな。トプスいらんか。雪はこいつ使えるから。トプスいらんよな。引き出すの。お、クラケン10がおる。水、あ、こいつ強いじゃん、クラケン。こいつは、あ、くそ、あ、見たかったけど、まあいいや。水1体で大丈夫か。トップスが弱い。御三家で、なんか、ノコノコやったかな。ヘビみたいなやつ。あいつ、多分強いんだよな。水が、いいんだよな。芝生沼で行き。芝生、三つはいけないかな。やっぱ池が多いんだよな。いや、池何個ある？ 1、2、3、4、4つあるもんな、水が。芝生いける？トマト。クラーケンか。あ、違うわ。こいつか。間違えた。うわ、草ダメなんだ。石なんだ。草水はホネラスがいいんか。じゃあ、ホネラスで。決定で。うわ、こんな、鳥早いじゃん、ちょっと。次が、あれね、水ね。水ね。うわ、あいつなんもしないじゃん。
で、クラケン。あ、クラケンってよかったっけ？これピーペンじゃない？雪、雪ダメだよな。雪丸だ。よし。全然いけるじゃん。次なんだっけ？次なんだっけ？次なんだっけ？あ、いけるいける。詰めらんな。よし、ギリギリまで。詰めランナーで行って、多分こいつなら、水、よしよしよし、いける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 。あいつ水早いじゃん。炎とかないよね。炎あるか。炎あったら骨らすしかないじゃん。これターボ使っての、ホネラス行って、最後水だよな。あっ、あちゃ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 、あちゃちゃ、あ、間違えた。あー、間違えた。あ、無理だ、もう無理だ。焼け跡の後沼か。炎を、炎水はホネラスか。じゃあホネラス最初出さん方がいいんか。草。草水。水、こいつがゴミだからな。草水。あ、ちょっと待って。あ、もうここまで来ちゃったらダメなんだ。マジかよ。じゃあドイツで行く？わ、ホネラス使いたいけど、ホネラスダメだな。草水。あ、爪なんなしかないか。草水。こいつで行くか。決定で。こいつを行かせて、で、次ピーペンか。ピーペン行かせて、うわ、早え。次は水か。あ、ギリギリも行かせよ。行け行け。うわ、ターボ早えな、あいつ。で、ピーペンからの、ど根性からの、ホネラス。これトップスで追った方がいいか。最後はクラケン。あれ骨、あれ炎は、あ、炎次か。最後クラケンが頑張ってくれる。呪い呪い。うわ、やべ、疲れちゃった。クラケンいけ、お前ならいける、同速だろ。シャーキャー、当たった。トップスいらんな。マジいらん。誤算機いらないんだが。水がもうちょっと強くないとな。ついに今年の EC1C カップの優勝者が決まりました。モリソンタウンのライスくんです。ライスくんには優勝商品として銀の髪飾りが与えられます。ライスは銀の髪飾りを手に入れた。ルルルル。さすが俺が期待した男だ。それじゃ約束通りこいつをもらうぜ。金よこせ金。よし、早速これを姉ちゃんに渡しに行くぞ。ライス、本当にありがとうな。寂しくなったらいつでも会いに来いよ。情報くれや。まだ旅を続けるんですか？はい。だったらどこかの街でベニオ兄ちゃんに会うかもしれませんね。興味ねえなあ、そんな。あなたも本当にいい人だ。まあ、次多分橋に行くんだろうな、あそこコンタクトレンズのところ。うわあ、もうミックスしたかったなあ。でも今回はちょっとここまでかな。いや、楽しいね、めっちゃ。めちゃくちゃ楽しいわ。で、次回は、コンタクトレンズのとこ行って、で、発信とこも行くんかな、多分。行くような感じやな。とりあえず、アイテムを、ちょっと、使っていこう。
確かめてみよう。アイテムショップの前でセーブしよう。アイテムショップってどこあったっけ。あ、あったあった。お、ちょうどいい、ちょうどいい。これセーブはどこでもできるのいいね。あ、もう最高。最高です。楽しい。あ、もうトロフィーの数もう4つじゃん。あれなんかさ、4時間ぐらいでトロフィーの数4つだったの。まだまだあるってことだな。超楽しいわ。めっちゃ楽しい。